秋の味覚が出回り始めた新潟市中央卸売市場。今朝ずらりと並んでいたのは、さまざまな種類の県産梨です。9月10月は多くの品種が並ぶ時期となっております。毎年秋にピークを迎える梨の出荷リレーは、8月の香水に始まり、20世紀、新水木など個性豊かな品種の出荷が12月頃まで続きます。今旬を迎えているのは香水です。香水は香水に次ぐ生産量の多い梨になっております。すごく柔らかく、食感も柔らかいので食べやすく美味しいです。一方、目立っていたのはこちらの梨、比べてみますと小さくて赤いことが分かります。この赤さは高温による日焼けだということです。今年は猛暑の影響で日に焼けたほか、水不足により小ぶりな梨が多い傾向に。豊作だった去年に比べて出荷量は2割ほど少なく、価格も2割から3割ほど高くなっています。それでも糖度は平年並みということで、日に焼けた梨を食べてみると、果汁たっぷりです。甘みと酸味のバランスもとても良くて、食感もシャキシャキとしていますし、日に焼けていても普通のものと全く変わらない美味しさです。日に焼けたものは柔らかくなりやすいため、早めに食べることがおすすめです。いろいろな品種があるので、ぜひいろんな品種を食べ比べてみて、自分好みの梨を見つけてほしいです。